山陰本線、佐賀野線、佐賀野線は、西日本旅客鉄道山陰本線のうち、京都府京都市下京区の京都駅から道府南端市の、そのべ駅までの区間に付けられた愛称である。この愛称は1988年3月13日から、使用されており、本来の名称である、山陰線と合わせて、佐賀野山陰線と案内されることもある。 JR 西日本のアーバンネットワークの路線の一つである。起点の京都駅から京都市内を縦貫し、京都府中部へと伸びている。ラインカラーは紫であり、選定理由は、K の優雅さをイメージとされている。路線記号はい、e、い。観光地として人気のある佐賀の嵐山方面へのアクセスルートの一つで、春、秋の行楽シーズンを中心に、 多くの利用がある。また、保津京駅馬堀駅間において保津川でのラフティング客のキロの足として重宝されているのも特徴的である。さらに沿線には多くの高校、大学を抱えているほか、近年は外国人観光客等の増加により年間を通して利用客は増加傾向にある。 JR 西日本では混雑緩和のため繁忙期の一部列車の8両編成化等に取り組んでいるものの大半の列車は短い4両編成で運転されており車両及び京都駅の構造上の問題もあってとりわけ京都方の車両はほぼ終日にわたり大変混雑するこの路線の競争相手としては京阪京都交通による国道9号を経由して 京都市内と亀岡及びその伊勢へとを結ぶ路線バスや、京福電気鉄道嵐山本線、対大阪方面で、阪急電鉄嵐山線がある。全員区間が、旅客営業規則上の大都市近郊区間の、大阪近郊区間、及び IC 乗車カード、移行下エリアに含まれている。全員区間を、近畿統括本部が管轄している。京都駅では、 北西の専用ホームから発車している。京都駅を発車すると、東海道本線に沿って精神して一度単線となるが、大宮2をくぐった先から伏線になる。ここまでが、京都駅構内である。左手に、梅小寺運転区、右手には、梅小寺公園とすぐ横を走る、京都鉄道博物館の SL スチーム号の線路を見ながら、右に大きくカーブして、 公格間に入り、かつて、東海道本線の支線である山陰連絡線が、分岐していた地点を過ぎると間もなく梅工事、京都西駅に着く。2019年に開業した同駅は、京都駅から距離のあった梅工事公園や、京都鉄道博物館への最寄り駅として、観光客の利便性向上と、地域経済の促進が期待される。次の丹波口駅付近には、 京都市中央卸売市場第一市場や京都リサーチパークがある。京福電気鉄道嵐山本線、市場通り、三条通りを越え、右手に立命館スザクキャンパス、正面に大きな楕円形の屋根が見え始めると二条駅である。丹波口駅から二条駅までは千本通にほぼ沿って来たことになる。二条駅を出ると、左にカーブして、 進路を再び西に変えると丸田町通りに沿って、円町駅、さらに進むと、三角屋根が目立つ花園駅に到着する。花園駅を出ると、一旦地上に降りて、高架の天神川通りをくぐると、再び高架になるが、その高架も左手に、東映渦正映画村を過ぎて、乱殿北の線を越えると終わり、地上駅の渦正駅に到着する。 この付近から高いビルが目立たなくなり、高度を上げて進んでいくと、二面四線の佐賀、嵐山駅に到着する。佐賀嵐山駅は、佐賀の戦前線を復線化工事により、京城駅となり、校内の配線も、上下ともに、同一ホームで、緩急接続ができるように改良された。なお、近年佐賀嵐山駅保津京駅間にある、野宮踏切にて、 線路内に観光客が立ち入り SNS への投稿目的で撮影を行う危険行為が問題になっており、JR 西日本は4カ国語の警告看板の設置や踏切付近に警備員を配置するなど対策を強化している。佐賀嵐山駅のすぐ横には、かつての佐賀の線急線を転用した観光路線である佐賀の観光鉄道佐賀の観光線のトロッコ。 佐賀駅があり、ここから分岐まで下り線に乗り入れている。この付近から、住宅地も少なくなり雑木林の中を進むようになるが、佐賀の観光線と分岐すると、全長1450メートルの小倉山トンネルを進む。トンネルを抜けて、佐賀の観光線と保津川を渡る、第一保津川橋梁を抜けると第一保津トンネルを通過し、 第二保津川橋梁上に駅がある、保津橋駅である。すぐに、第二保津トンネルに入り、トンネルを抜けては、保津川を渡ってを2回繰り返して、地蔵トンネルを抜けると、右側から佐賀の観光線が見え始めて並走し、トロッコ、亀岡駅を過ぎ、右にカーブをすると、馬堀駅で、しばらく右側には、田園風景、左側には、住宅地が多く立ち並ぶ中を進むと、 亀岡駅に到着する。亀岡駅は佐賀嵐山駅と同じく佐賀の戦前線伏線化に伴って京城駅となった。亀岡駅北側はこれまで保津川の遊水地となっていた関係で田園風景が残されていたが近年スタジアムや商業地、住宅地の開発が盛んに行われるようになった。亀岡駅を出ると 左手には引き続き住宅地が広がり、右手には田園風景が広がる。前川を渡り始めるとこの辺りから右側にも住宅地が立ち並ぶようになり、マンションアパート等が見え始めると緩やかな右カーブを進んで、波川駅、そのまま直進を続けると、千代川駅である。国道9号をくぐって、左にカーブを進むと、国道9号と大井川と並行する。 亀岡市南丹市市境でもある。この辺りから沿線に、田園風景が広がる。八木駅を通過し、京都中間自動車道をくぐって、山間を抜けると、吉富駅で、そのまま北上を続けると、佐賀野線の終点、その米駅に到着する。京都市と北近畿方面とを結ぶ特急のほか、快速、普通が運転されている。 1996年3月15日までは、休行も運転されていた。日中は1時間あたり、特急1本、快速1本、普通3本の運転である。日中の普通は2010年3月の複線以下事業の完了により、京都駅亀岡駅間で20分間隔となったが、2017年3月に佐賀嵐山駅発着の普通列車が設定されたことにより、 京都駅、佐賀嵐山駅間で15分間隔となった後、2021年3月のダイヤ改正で佐賀嵐山発着列車がなくなり20分間隔に戻った。紅葉シーズンを中心に京都駅、佐賀嵐山駅間に臨時列車が運転されているほか、定期列車の増結も行われる。かつては京都駅でスイッチバック、または丹波口駅から 東海道本線の支線である参院連絡線を利用して大阪方面との間に臨時新快速が運転されていたことがあった。近畿地方交通審議会では参院連絡線を活用して大阪方面との相互直通運転案を検討したが新駅設置の妨げになるとして参院連絡線は2016年2月をもって廃止された。 日本国有鉄道の時代は、汽車ダイヤであり、長距離特急や長距離普通列車を中心に運行され、京都近郊の日常的な需要に対してはほとんど考慮されていなかった。朝から夜間にかけて1時間に1本運行されている。運転系統は以下の通りである。佐賀の線内は、全列車、二条駅、亀岡駅、その辺駅に停車する。舞鶴は、 京都駅綾部駅間を木の先または橋立と並結して運転されている。京都駅亀岡駅間で一部の駅を通過し、亀岡駅そのべ駅間では普通列車を保管するため各駅に停車する。基本的な運転区間は京都駅そのべ駅間で福知山駅が3本、ごま駅が1本、福知山発が1本、ごま発が平日2本。 と休日一本設定されている。日中時間帯は1時間に一本運行されており、そのべきで、福知山駅発着の普通と接続している。朝夕には、佐賀嵐山駅で普通と、環球接続を行う列車がある。現在の快速は、電車としては2台目で、1990年3月10日から2000年9月22日までは、ラッシュ時のみ。 京都駅その米機関に快速が運転されていた。当時の快速の途中停車駅は二条駅、佐賀嵐山駅、亀岡駅で、亀岡駅その米機関は無停車であり、八木駅に停車する一部の急行列車との間で、千鳥停車が実施されていた。また、国鉄時代も快速が運転されていたが、その時代は現在停車する吉富駅を通過し、 現在通過する馬堀駅に停車していた。また、並川駅は普通の一部が通過するのに快速が停車するという逆転現象が起きていた。各駅に停車し、基本的に京都駅亀岡駅、そのべ間で運転されている。日中時間帯は1時間に3本が運行されている。この時間帯に途中駅で快速に追い抜かれる列車は設定されていない。朝に、 福知山駅が一本設定されている。車両の夜間大白は、その便駅で行う。2018年からは、近年増加する訪日外国人に対応するため、奈良線、佐賀野線の普通、快速列車に、車掌のタブレット端末による、多言語車内自動放送が導入された。佐賀野線では221系と223系5500番台で、 導入、日英中間の4カ国語での放送が行われ、佐賀の観光トロッコの案内にも対応している。1959年に、準急列車として、京都駅山の橋立駅、東舞鶴駅、福知山駅間で、単語が運転を開始し、1966年3月に、急行列車に格上げされた。1972年8月から、臨時列車ではあるが、 特急、朝潮が、京都駅鳥取駅間で運転を開始し、10月からは、定期化され最長米子駅まで運転されたが、その米き福知山駅間及び北近畿単語、鉄道福知山駅宮津駅浜の橋立駅間の、電化に伴う1996年3月16日の、ダイヤ改正で、単語とともに廃止された。大阪方面からの臨時列車2002年の紅葉の、 シーズンから土曜、休日に嵐山もみじ号と称して、神戸発佐賀嵐山行きの臨時列車が設定された。223系8両編成が用いられ、途中、三の宮駅、足屋駅、甘崎駅、大阪駅、新大阪駅のみに停車し、京都駅を経由せずに、梅小路駅から三人連絡線を経由するものであった。2003年度には、 袋の佐賀嵐山初神戸駅も設定され、2004年の春には嵐山若葉号として、夏には嵐山両風号として、同様のルートで神戸駅、佐賀嵐山駅間で運転された。2004年度からは京都駅を経由するようになり、神戸駅京都駅間は臨時新快速として運転し、佐賀の線内は定期普通の時刻で運転され、この形態は、 運転が終了する2006年度まで続くことになった。佐賀の線内を定期列車として運転していたため、オーロは、そのべいき、袋は、亀岡発として運転された。2005年度は、西明石駅発着、2006年度は、大阪駅発着となった。2005年の桜のシーズンには、嵐山桜号が同様に運転されていた。 また1998年までは、佐賀の嵐山ホリデー号に往復のうちの一往復は、半和線経由で、和歌山駅発着の臨時快速列車として設定されていて、221系の4両編成で運転され、指定席の設定もあった。停車駅は、半和線内の快速停車駅、新今宮駅、弁天町駅、西九条駅、新大阪駅、 高槻駅、丹波口駅その米い間の各駅で、大阪駅、京都駅は経由しなかったが、佐賀の線内も、通過駅があった都市や京都駅を経由した都市もある。他にも、快速佐賀のホリデー号、レジャー号などが運転された。大晦日週や運転かつては、 大晦日深夜から元旦にかけて、京都駅亀岡駅間で普通のみ、約60分間隔で終夜運転が実施されていたことがあった。2008年8月11日から、新型車両223系5500番台が運用を開始したが、福知山電車区所属であり、その米北並びに、舞鶴線。 福知山線での運用が主体であるため、愛称制定以来最初から、佐賀野線向けとして、水田総合車両所京都市所に申請配置された新型車両は存在しない。機動車である京都単語鉄道の KTR8 線、型を用いる一部の特急、橋立、舞鶴を除いて、すべて電車で運転されている。特急列車快速。 普通列車2 2 3系5 5 0 0番台は2 2 1系2 2 3系6 0 0 0番台と並結した運用のみのため、快速、普通列車は必ず2 2 1系2 2 3系6 0 0 0番台のどちらかが入るようになっている。このような運用は、佐賀の線だけである。ここでは1988年に、 佐賀の線と命名されて、以降に使用されていた車両を記す。電車京都駅で発車を待つ、快速列車機動車客車国鉄時代の1979年に、京都駅その部駅間の複線化、京都駅綾部駅間の電化を決定し、桂川に沿って大きく迂回していた、佐賀駅馬堀駅間の新線への切り替え及び、複線化工事を着工し、 JR 西日本発足後の1989年3月5日に開通した。同時に、渦政駅が開業し、単線区間であった、並川駅と吉富駅に行き違い施設を設置したほか、一部の駅では一線スルー化が行われ、翌1990年3月には、京都駅その米え機関が電化された。しかし、国鉄再建法、 国鉄分割民営化の影響等により、他の区間の複線化工事は延期された。その後1996年に二条駅、花園駅間が高架化され、その地上線跡地を活用して2000年9月23日に同区間が複線化され、同時に円町駅が開業し、同日のダイヤ改正で朝ラッシュ時を中心に、快速17本。 普通14本を増発した。また、四十着駅である、京都駅のホームも1997年の駅ビル開業に合わせて増設された。2003年からは、京都駅その米駅間の全線復線化及び、周辺道路の混雑解消と安全確保のために、花園駅、佐賀嵐山駅間の高架加工事と、佐賀嵐山駅、 亀岡駅の改良工事も同時に行われた。工事の進捗に合わせて、段階的に複線化が行われ、2008年12月14日に、馬堀駅亀岡駅間、2009年3月14日に、八木駅その部駅間、同年7月20日に、京都駅丹波口駅間、同年9月6日には、並川駅八木駅間、同年11月1日には、亀岡駅、 並川駅間、2010年1月31日に、丹波口駅二条駅間の工事が完了し、先行して強用された。複線化と同時に、同年9月6日、及び11月1日にそれぞれダイヤ修正が行われた。全線複線化は、当初の計画より1年遅れ、2010年3月7日に、花園駅、佐賀嵐山駅間の複線化もって完成した。 これを受けて、同年3月13日にダイヤ改正を実施し、ラッシュ時の快速を増発し、日中についても運転間隔が均等化された。また、花園駅、渦政駅間が2008年3月23日、渦政駅、佐賀嵐山駅間が2008年5月25日に高架化され、さらに同時に進められていた佐賀嵐山駅及び、 亀岡駅の橋上化と自由通路設置工事は2008年春に完成し部分供用を開始した。佐賀嵐山駅はその後2008年11月21日に全面完成した。これに合わせて2011年1月19日に ATSP の設置が完了した。一方、京都駅構内は一部単線のままとなっており、複線化に関しては 大掛かりな用地買収を行うかまたは既存の配線を大幅に変更する必要性があり費用の面から困難である。また、運転本数が増えたことにより特に住屋近くを通る京都駅二条駅付近の広角間において騒音問題が浮上しているがまだ抜本的な解決策はない。京都鉄道の本社を兼ねていた二条駅の初代駅舎、佐賀の線区間は 京都鉄道が1899年までに開通させたものである。かねてより、京都駅丹波口駅間にある七条通り付近に新駅を設置する構想があったが、2014年5月に行われた京都商工会議所の要望などを受け、同年8月より正式に検討が開始された。この後、2015年2月2日に、京都市と JR 西日本との間で、 新駅設置事業に関する基本合意書が締結され、事業化が決定した。2016年に着工し、2019年に開業する予定としていた。梅小路公園周辺には、2012年に京都水族館が、 2016年に京都鉄道博物館がそれぞれ開業したものの京都駅から約1キロメートル離れていてアクセスが悪いことと梅小路公園周辺の活性化を図るため JR 西日本と京都市が新駅設置で合意した事業費は概算49億円としており JR 西日本が19億円京都市が15億円残る15億円は 国の補助金を重当する。1日の平均上降数を約7000人と見込む。駅名については、京都市が公募した結果などをもとにして、JR が判断して決定することになっており、京都市が2018年3月から4月にかけて、実施した公募では1位が、梅麹、2位が、梅麹公園であった。2018年7月20日、 駅名を梅小路京都西駅に決定したと発表2019年3月16日に開業した。ありがとうございます。